君が今日の登壇を？いいえ、私は助手として来たの。あと通訳も兼ねてね。テーマは人工知能革命か。うん、面白そうだ。時間があったらぜひ聞いてみてほしいわね。そうするよ。あ、スタッフルームだったよな。ありがとう。雑誌社の方でしたよね。お約束通り取材を。レスキネン教授はまだなんです。少しお待たせしてしまいますけど。はい、それまで私でよければシステムの概要でも。お願いします。萌えか、もしかしてまたお前なのか。ここでもまたお前が。